岸ユ太タ、平野市洋人宮寺ユ太タとの合流は、鉄腕ダッシュの田んぼづくりに感謝殺到。単独担当なしに、ありがとう、の声が出たわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日に q n g o p を脱退した、平野市洋26。 神宮寺ゆうタ25、岸ゆうタ27。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所からも退場。岸の未主演映画 G メンのプロモーション活動の都合で、脱退後も9月末までは事務所に席を置くことが発表されている。 退場後の進路については3人とも謎に包まれていたが、6月18日の週刊女性プライムが平野と人流時の今後について具体的に報道。騎士の今後予想もそう待って大いに注目を集めている。今年3月に芸能事務所飛べ、を立ち上げたジャニーズ事務所の元副社長滝沢秀明氏41と合流すると言います。 とべに直接所属するのではなく、まず平野さんが個人事務所を立ち上げて、そこに神宮寺さんも参加。その上で、とべとエージェント契約を結ぶ、と、週刊女性プライムは報じています。7月に正式発表される見込みだと言いますね。女性誌ライター。週刊女性プライムでは、責任感や仲間思いな性格から、 平野は秋退場の騎士のことも考えているのではないかと、騎士の合流の可能性にも言及している。そんな退場後の動向も気になる騎士さんですが金プリ脱退後も継続してテレビ出演を続けています。VS、魂、フジテレビ系、でも、ザ、鉄腕、ダッシュ、簡単ふ、日本テレビ系でも相変わらずの活躍をしています。 が6月18日放送のダッシュでは、図らずももうすぐやめちゃうんだよなと、改めて視聴者に感じさせる出来事がありました。全能。四角五人に対して四つの田んぼしか用意できなかったが、ダッシュでは、時代、シクストーンズの森本慎太郎、25、騎士の五人が今年で23年目となる伝統の米作り企画に挑戦中。 今年は新たな試みとして山の斜面に作られた一区画ごとに階段状になっている棚田を復活させて田植えを行うことになり5人に1つずつ田んぼが用意される予定だった。しかし荒れ果てた棚田を復活させるのは容易ではなかった。 地元の人々と一緒に頑張ったものの、ダッシュ、メンバーは4月末の田植え開始までに5枚の田んぼを用意することに失敗。4枚しか用意できなかったのだ。結果、時代の3人は1つずつ田んぼを使う一方で、騎士と森本は1つの田んぼを2人でシェアする方針へと計画を変更。もっとも、2人ってのはいいっすね。 と、岸は森本と一緒に頑張れることをポジティブに喜んでいた。なお、時代は城島茂52は、お米を残すために失敗のリスクが低い、肥料も入った完璧な田んぼ、国分大地48が実験的な要素がある、と、あえて作業が間に合わず肥料が入ってない。 コンディション最悪な田んぼ、松岡正宏46は消去法で、肥料入れが若干遅かったノーマルな田んぼをそれぞれ受け持つことになった。岸森本ペアの田んぼは、城島に次いでコンディションのいい田んぼである。手つかずで荒れ放題の土地だったので作業が間に合わなかったのは本当かも、しれません。 しかし、岸さんは9月末に退場するため、収穫に間に合わない可能性が以前から指摘されてきた。そのため視聴者の間では、岸森本コンビで一つの田んぼにしたのは、9月末の退場を見越しての配慮ではという声も出ています。同時に、単独の田んぼは用意できなかったものの、森本さんと、 田んぼをシェアすることでギリギリまで参加できる形にしたダッシュスタッフに対する感謝の声も非常に多いですね。前での女性誌ライター。資格、配慮が優しいダッシュさんありがとう。感謝の声殺到。田んぼの区分けについて視聴者からは、四つの田んぼ。やっぱり退場をもってダッシュ卒業なんだな。 稲刈りに、岸くんは間に合わないんだなと静かに察する誰も傷つかないような配慮が優しいダッシュさんありがとうありがとうありがとう。田んぼ5枚じゃなくて4枚にわざとしたのかなとか考えちゃったしね。岸くんと慎太郎なら会えちゃうことがないもんね。密かに察してしまったよ。それが辛かったけどダッシュへのスタッフさんには本当に本当に感謝ピカピカありがとう。 棚田が4枚になっちゃったのって間に合わなかったのは本当だろうけど、騎士くんが収穫の頃はもういないって裏事情が影響してたりするのかな ?9 月末だもん、微妙だよね、9。といった声が SNS に多く寄せられている。性格の良さ人当たりの良さで知られる騎士さんですがそれはダッシュ、でも同じこと。 スタッフに手際いいですねと言われて嫌慣れたもんですよ3年もやってればとフランクに返したり福島の農家の方に田植えの腕前を神手になったと褒められたりそんなとても良好な関係だけに番組もできることなら岸さんを収穫後の発売を食べる打ち上げまで参加させてあげたいでも9月末では間に合わない可能性も高いそんな思いもあって 騎士さんと森本さんがシェアで田んぼを育てるスタイルにしたのかもしれませんね。前での女性誌ライター。気持ちよく発売を味わってから、鉄腕ダッシュを卒業し、平野や神宮児との合流を果たす。そんな未来があるといいのだが、近く、ハンドパワー騎士畳上前の苗にうっとり表情で愛情注入の儀式。 田植えをするにあたり、農家は事前に育てるにふさわしい種もみ、お米の種を選別するため、塩水につけて種もみの出来不出来を確認する。ダッシュではこれをオーディションと称して行っており、騎士が担当している。